オーェクルのコンテナ船、東方海外過密航運講師は、香港の海運会社、オーェクルの商用名で知られる。東方海外有限講師、略称、東方海外国際の100%子会社である。1947年、東広志雲が、東方海外航運講師を設立。コンテナ事業が本格化した1969年に、現社名に改められた。 1982年、広志雲の死去に伴い、息子の党喧下が代表の座を継いだ。県下が、香港特別行政区行政長官に選出された、あとは、弟の党喧生政が代表の座についている。中国国民党とのつながりも深く、車掌には、中華民国の国家である梅がデザインされている。2017年9月上旬に、中円海運空港古墳有限講師が、 東方海外有限講師を買収する提案をコスコシップホールドの実質的最大株主の国有資産監督管理委員会が承認し同年10月16日に開かれたコスコシップホールドの臨時株主総会において同社及び上海国際港を務む古墳有限講師がオイルの全株式を買収することを認める決議がなされ翌2018年7月24日に 株式取得を完了した。日本の日本優先、ドイツのハパックロイドマレーシアのミスクとともにグランドアライアンスを構築している。世界58カ国に約230の事業所を展開。150隻の船舶と50万 TEU の海上コンテナを所有する。2003年にはアジア欧州航路に積載能力 8063TEU と当時としては、 世界最大級のコンテナ船、オーエクル・シャンジャンが就航したほか、香港日本の航路には、オーエクル・神戸や、オーエクル・横浜など日本の港の名を冠したコンテナ船を運航している。ありがとうございます。